11月29日、金曜日の山陽新聞ニュースです。岡山県は28日、高楽園で閉園時間を知らせるアナウンス役に岡山市出身のお笑い芸人、ブルゾンチエミさんを起用すると発表しました。期間は29日から2020年の3月19日までで、テレビでおなじみの親しみやすい声で入園者をもてなし、 観光客誘致につなげる狙いです。岡山県は28日、インフルエンザが流行期に入ったとして、インフルエンザ注意報を発令しました。発令は、昨シーズンの12月13日より2週間ほど早く、県は保健所や学校などを通じて注意を呼びかけます。県健康推進課は、 手洗いや十分な休養を取るなど予防に努め、体調に異変を感じたら早めに、医療機関を受診してほしいとしています。瀬戸内地方の上空に寒気が流れ込んだ影響で、標高およそ1000メートルにある津山市鴨長倉見の五輪原地区では、28日に積雪が初確認されました。一帯に広がる特産の大根畑はうっすら、 雪化粧を知っていました。28日は岡山県内では気温が上がらず肌寒い一日となり、岡山地方気象台は気温は30日頃には平年並みに戻る見込み、12月2日頃からは再び寒くなるだろうと予報しています。続いて天気予報です。十一月十九日 岡山県南部は晴れ、時々曇りでしょう。最低気温は2度、最高気温は12度でしょう。岡山県北部は曇り、時々晴れでしょう。最低気温は1度、最高気温は10度でしょう。降水確率は岡山県南部、北部ともに午前0%、午後10%でしょう。ニュースの詳細は 山陽新聞、もしくは、サンデジをご覧ください。